い、こんにちは、レドスどもです。今回なんですけども、敷地が異なる用途地域にわたる場合の用途制限について解説させていただきます。この部分については理解していない人が非常に多いんですね。なので、引っ掛け問題が出て、どんどん引っかかっちゃって失点するという場合非常に多いので、ちゃんと理解をしておきましょうっていう内容です。で、基本的なポイントとしては、この赤文字の部分です。建物の敷地の過半に属する用途制限が適用されるんですね。敷地が異なる用途地域にわたる場合は、敷地の過半に属する用途制限が適用されると、まあ、いうことなんです。で、まあ、これ丸暗記してる方意外と多いんですけども、これちゃんと理解しておかないと、引っ掛け問題に引っかかると、まあ、いう話なんですね。なんで今回はその具体例も、解説させていただきます。で、ちょっとまず前提としてですね、頭に入れておいてほしい部分があって、それは何かというと、この部分ですね。今回事例で出すのは住宅なので、まあ、住宅についての前提の知識になります。これはちょっと覚えておかなきゃいけない内容なんですけども、まあ、住宅っていうのは、工業地域では建築が可能なんですね。工業地域は建築することができます。一方で、工業専用地域では建築することができません。で、これについては、まあ、通常の用途制限の話ですね。前回もちょっとお見せしたかもしれないんですけれども、この表ですね。この表の住宅部分、ここですね。ここ見ていただくとわかる通り、工業専用地域は×って書いてあるので、これ建築できませんよと。一方で工業地域はノーマークなので、これ建築できますよ。住宅についてはここからここまでずっと建築できるけれども、工業専用地域だけはこれ建築できないよっていう表なんですね。まあ、これ、まあ、丸暗記でもいいんですけれども、まあ、弊社の個別指導ではこの下にですね、語呂合わせがあるので、語呂合わせを使っていただくと、まあ、これすんなり頭に入れていただけると思います。まあ、とりあえず、これは頭に入っているということを前提として、ちょっと下見てください。300平米の敷地があって、敷地300平米のうち、この100平米部分が工業地域でした。200平米部分が工業専用地域でした。このような敷地があって、ここに建物を建てようとしています。工業地域のこの100平米のこの部分のみに建物を建てようと思ってるんですけども、これ建築できますかっていうのが一つ目の問題。二つ目の問題は、300平米の敷地の中の100平米部分がこれ工業専用地域だったんですね。で、200平米部分が工業地域でしたと。で、この100平米のここに、住宅を建てたい。これ建築できますかという内容です。これいかがでしょうか。考えたい方はちょっと動画一旦ストップしていただいて、考えていただいて大丈夫です。で、答えは、まずこっち部分はこれ建築できません。住宅建築できない。こっちは住宅建築できます。OK ですか。こっちは住宅建築、これダメです。住宅は建てれません。こっちは住宅は建てることができます。さて、なぜでしょうかという話です。で、これのポイントっていうのはここなんですよ。敷地。過半っていうのは、まあ、半分を超えるっていうことですね。今回で言ったら敷地が300平米だから151以上ってことかな。っていったイメージですね。そっちに属する用途制限が適用される。この敷地っていうのがポイントなんですよ。建物じゃないんですよね。今回、敷地300平米って言ってますよね。敷地300平米。これ300平米。これの過半に属する方ってどっちかっていうと、こっちで言ったら工業専用地域ですよね。こっち過半ですよね。で、こっちで言うと工業地域が過半ですよね。こっちは工業専用地域が過半で、こっちが工業地域が過半なんだということなんですよ。で、これをもとに答えを導くって話なんです。つまり、建物どこ建てようが関係ないよって話なんです。あくまでも敷地。敷地の過半に属する方を適用するんだ。つまり左の図で言うと、工業専用地域の用途制限を適用する。だから、建物がこっちの方にね、工業地域のところに建てようとしていたとしても、敷地はこの300平米だから、過半はこっちですよね。だから、こっちのルールが適用されて住宅建てれませんよって話です。こっちは、敷地の過半は工業地域です。工業地域だから、こっちの用途制限が適用されます。だから、工業専用地域の上に建てようとしたとしても、敷地はこのね、この300平米だから、過半は工業地域。だから、こっちのルールが適用されて、これは住宅、
建築可能なんだよっていうようなことになるんです。つまり建物をどこに建てるかがポイントではない、判断基準ではないということなんです。ポイントは敷地なんですよ。敷地の過半がどっちなのかということから答えを導けば、これ引っ掛け問題に引っかからないんですね。今2つとも引っ掛け問題なんですけども、引っかからなくなりますので、ぜひ理解をしましょう。だから毎回毎回理解をしてくださいね、理解学習を実践していきましょうってお伝えしているわけなんです。これ理解していなかったら引っ掛け問題引っかかっちゃうんですよ。解説について吟味せずにとりあえず覚えちゃうってすると、その問題は解けるかもしれないけれども、初めて見る本試験の問題は引っ掛け問題に引っかかっちゃって失点して、で落ちちゃうってなっちゃうんですね。なのでそのようなことにならないためにも、ぜひ理解学習実践していただければと思います。で、弊社レトスの個別指導では今お伝えしたような理解学習を実践していただいております。次の試験で絶対合格したいという方は、ぜひ一緒に勉強できればと思っております。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。レトスの小野でした。